さんこんにちは。6月15日土曜日の豊島情報スクエアです。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューズタウンスタジオから生放送でお送りしております。さあ、6月15日は暑中見舞いの日に制定されているそうですよ。1950年6月15日に郵便局が初めて暑中見舞い用の郵便はがきを発売したことから記念日になっています。実際に暑中見舞いを送るのは1年の中で最も暑いと言われている梅雨明けから1ヶ月ほどの間です。今よりももっと暑い日がどんどん近づいてきます。皆さん体調にはお気をつけください。それではまずは豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。まず最初の話題をお伝えいたします。令和6年度バースデーサポート事業のご案内です。令和6年度に満1歳を迎えるお子様へ家事・育児パッケージを贈呈します。ただし保育園などに通園されている方はウェブ上でアンケートを回答していただき、保育園などに通園されていない方は区職員がご自宅を訪問し、その際アンケートに回答いただくことが条件になります。贈呈ポイントは第1子が6万円、第2子が7万円、第3子以降が8万円です。対象者には子ども家庭支援センターから本事業の関係書類を郵送いたしますので、それまでお待ちください。贈呈商品は子育てに必要な品物を中心に数多くのラインナップの中からお選びいただけるようになっています。注意点は単年度の事業になりますので、くれぐれもアンケート回答を来年の3月までに行っていただきますよう何卒お願いします。続いてです。第4回小学生が考える未来税金の使い方2024夏のお知らせです。小学生の皆さんに税について関心を持ち理解を深めていただくため、税金に関するイベントを開催します。開催日時は8月3日土曜日午前10時から午後4時で、午前9時30分集合です。開催場所は豊島区役所8階議場です。豊島区のために税金の使い方を考えます。区内在住在学の小学生同士で各班に分かれて税金についてディスカッションを行い、取りまとめた内容を豊島区議場にてプレゼン形式で発表するといった内容で開催します。参加した小学生から、楽しかった、普段学校であまり学べないことを勉強できた、夏休みの良い思い出になったといった感想がありました。対象は区内在住か区内の小学校に通う小学4年生から6年生で、人数は30名です。ご希望の方は7月8日月曜日までに QR コードよりお申し込みください。皆様のご応募お待ちしています。続いてです。環境月間のお知らせです。6月は環境月間に定められています。豊島区では環境月間に合わせて区民一人一人が環境問題に関する理解を深められるよう、さまざまなイベントを開催しています。6月28日金曜日まで本庁舎4階まるごとミュージアムで環境月間パネル展示を行っています。区民の皆さんが身近なところから始めることができる環境に優しいライフスタイルの紹介や、環境に配慮した豊島区庁舎の紹介などを行っています。また8月には緑のカーテンの写真や打ち水風景の写真も募集予定ですので、ご家庭や勤務先で撮影いただいた素敵なお写真のご応募お待ちしています。豊島区では二酸化炭素 CO2 を減らす脱炭素ディカーボナイゼーションと環境に良いエコを含むデコに、活動生活の活を組み合わせたデコ活を推進しています。自分ができる範囲で小さな取り組みを一つ一つ積み重ねていきましょう。続いてです。新耐震木造住宅の耐震診断耐震改修の助成のご案内です。
豊島区より地震から区民の皆さんの命と暮らしを守るための取り組みとして新耐震木造住宅の耐震診断耐震改修の助成をご案内します。昭和56年5月までに建築された旧耐震木造住宅への助成制度に加え、昭和56年6月から平成12年5月までに建築された新耐震木造住宅への助成を令和6年4月1日より開始しました。助成額は耐震診断が上限額15万円です。耐震改修は上限額100万円ですが、区内施工業者を利用される場合は上限額150万円になります。またこれまで助成対象の建物の用途は2階以下の一戸建ての住宅のみでしたが、長屋や共同住宅も加えました。さらに助成対象者も所有者かつ居住者のみでしたが、所有者の承諾を得た居住者も新たに対象としました。詳しくはホームページをご覧いただくか、建築家許可耐震グループにお気軽にお尋ねください。いつ起こるかわからない大規模な地震に備えて木造住宅の耐震化を進めましょう。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。本日のテーマは自宅でストレッチということで、今日はどんなエクササイズなのかこちらの方にお聞きします。ストレッチマスターの高田あさみさんです。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そう、今日のテーマですが自宅でストレッチですね、はいはい、そうですね、ちょっと夏にもうねすでになってきた暑い毎日がね続いてますね、はい、しっかりと、深い呼吸をして、体を動かして夏バテにね備えていただきたいなと思ってます、今日はタオルを使って全身を伸びやかに伸ばして、そして肋骨から骨盤までのインナーユニット、ここの中体の核になる部分ですね、ここをしっかりと鍛えていこうかなと思ってます。はい、はい、では早速始めていきます。まずは準備運動からお願いいたします。はい、では早速ね準備運動していきましょう、はい、足を腰幅から肩幅ぐらいに開いて両手肩の近くに置いてくださいね。そして肘をぐるぐるぐるといつものように回していきましょう、はい、この時に背中を内側に寄せるようなイメージで肩をタオルが見えず、はい、ぐるぐるぐると回してくださいね、はい、反対です。今度は肘を前、今度は背中を大きく外に広げるようなイメージで回していきます、はい、腕を回すというよりは肩甲骨を動かしていると思ってください、はい、右手が前で今度は左手後ろで回してみますか、はいはい、この時お腹に、ね、少し力を入れながらぐるぐるぐる肩甲骨をこうやって上下に動かすように回していきますね、はい、反対いきましょう。今度は左が前で右が後ろになります、はい、手が肩から、ね、離れてしまっても全然構わないので背中を動かすようにしてみてくださいね。はい、はい、OK です。では両手をつないで上に上げましょう。ちょっとだけ足を大きめに開きます、はい、息を吸います。吐きながら右へ引っ張りましょう。ここです。体の横を伸ばしてくださいね。はい、真ん中に戻して、はい、吐いて左です。そう、軽く遠くへ引っ張るようなイメージです、はい、OK です。では手を後ろでつなぎましょう、はい、では手をつないだら息を吸って吐きながらお尻と手を離していきます。胸を、ね、気持ちよく、ね、伸ばしていきましょう、はい、はい、吸って緩めていきます。吐きながらもう一度胸を気持ちよく開いてください。はい、 OK です。はい、手を離して今度は右足ですね、前後に振っていきましょう。はい、気持ちよく体の横、腕、背中を動かした後は股関節周りをほぐしていきます。はい、はい、股関節の前後ですね、しっかりと振って動かしていきましょう。はい、はい、逆いきます。反対の足ですね、はい、股関節、ほぐしながら、ももやお尻の力も使ってますのでね、はい、不安定な方はね壁や椅子などに捕まって行ってください、はい、はい、では今度は右足を外と中ですね、はい、はい、つま先をできれば前に向けて手と足が逆に動いていきます。はい、上手にできるようになりましたね。できるようになりました。すごく嬉しいです、はい、では反対行きましょう。はい、外と中ですね。これはねお尻の外側もね大きく振ると気持ちよく伸びていきますのでね、はい、大きく振れたら振っちゃってください。はい、はい、OK です。全身でなんとなくねほぐれていった感じがあれば OK です。はい、さあ、はい、それでは今日のいきましょう。せーの、
レッツ自宅でストレッチ、はい、レッツを忘れてしまうところでした。はい、はい、ではね今日は、早速、肋骨を動かすところからやっていきたいと思います、はい、ここね後ろに仕込んでたんですけど、はい、タオルですね。はい、タオルを用意していきましょう、はい、肋骨は、外側と上に大きく広がっていきます。それをこのタオルを使いながら感覚を感じていきましょう、はい、後ろから肋骨のところに回して前で手でクロスして持ちます、はいはい、反対側のタオルを持ってくださいね。ここで鼻で息を吸って、はい、肋骨が広がる感覚タオルが引っ張られて分かったと思います、はい、吐きましょう。ふう、お腹から吐きながら肋骨を閉じていきます。手でちょっとねキューッと締めちゃって構わないです、はい、もう一回鼻で息を吸って、はい、肋骨が横に広がる感覚分かりましたか？はい、分かります。はい、吐きます。ふー、肋骨を閉じます。はい、 OK です。じゃあタオル離しましょうね、はい、このね肋骨の動きをストレッチの中に入れていきたいと思います、はい、横にも広がりましたが、うん、上にも肋骨って広がってるのでね、うん、たっぷり胸に呼吸を入れながら行っていきましょう、はい、はい、では、もう一つ説明をしたいんですけれども、はい、肩甲骨の動きです、はい、肩甲骨というのは手を上に持ち上げると一緒にもう背中から手が動いて肩甲骨上がるんですね、はい、この時に腰が引き上がってます、はい、両方の肩甲骨ぐーっと持ち上げると腰がスーッと上に伸びていきます。この動きも今日は感じながらストレッチをしていきます、はい、そして逆に手を下にぐーっと下に下ろして肩甲骨を下に下ろすと首の後ろが長くなってきますね、はい、このように肩甲骨というのは背骨と一緒に引き合いながら動いているので、はい、それも感覚を感じながらねタオルでストレッチをしていきたいと思います、はい、はい、それでは早速いきましょう。まずこのタオルですね、はい、肩幅ぐらいの幅で持ちます、はい、はい、足は少し今日は大きめに開いてください、はい、はい、ではまず下に下ろして肋骨の動きを感じながらタオルを持ち上げます、はい、息を吸って肋骨を横と上に大きく広げていきましょう、はい、口で吐きながら肋骨を閉じるようなイメージで手を下に下ろします、はい、はい、もう一回肋骨大きく広げて、はい、口で吐きながら下ろしていきましょう。では今度横に倒していきますよ、はい、はい、吸って胸にたっぷり呼吸を入れたらここから左へ遠く引っ張ります、はい、さあ今なんとなく横に倒してるだけなんですが、うん、右の肩甲骨をぐーっと遠く引っ張るとお腹がキューッと締まって腰の周りの力も使ってるの分かりますね、はい、はい、ここから息を吸って肋骨を広げて、はい、肋骨を閉じて吐きながら床と平行、手は体と同じ高さ、はい、ももの後ろが伸びてますね。はい、では手を下に下ろして吸って吐きながら逆に左の手を伸ばしていきます。首の力は抜きます。とっても綺麗ですよ、はいはい、吸って吐きながらそのまま左手を上げて顔を前に向けていきましょう。はい、ゆっくり持ち上げていきます。逆いきます、はい、吸って吐きながら左、はい、はい、ここで左の肩甲骨遠くへ引っ張る。お腹固くキューッと締めて吸います。吐いて斜め前、はい、はい、床と平行、もうちょっと下に下ろせる、はい、そうそう、これぐらいですね。あ、 OK です。お腹の力入れてね、はい、吸って吐きながら、はい、はい、今度は右手を斜め前、はい、お腹突き上げて背中まっすぐ、もうちょっと体倒せるかな、はい、手上げれるかな、はい、頑張れ、そうこれ、はい、して吐きながら、はい、右手を上げて、はい、ここで肩甲骨遠く引っ張って腰遠くへ引っ張る、引っ張る、引っ張る、はい、吸って持ち上げて吐いて一回休憩。あの地味にきついんですね、きついですよこれ。お腹の周りがキューッと締まる感覚がすごく分かると思います、はい、もう一度いきましょう、はい、吸います、はい、吐きながら右遠くへ引っ張ります。あ、逆やっちゃった、いいね、はい、吸って吐きながら、はい、左斜め前、はい、体倒して倒して倒して、私と同じぐらい袖、はい、肩のと同じ高さ、はい、はい、OK、 吸って吐きながら右手を斜め前、はい、ここお腹を、ね、しっかり突き上げて、お尻、ももの後ろが伸びていくの感じます、はい、はい、吸って吐きながらその体の位置で前、はい、右の肩甲骨遠くへ引っ張る、引っ張る、引っ張る、お腹締めて、はい、吸って持ち上げる、吐いて、はい、ラスト左、はい、はい、右の肩甲骨遠くへ引っ張る、お腹締めて、はい、吸って吐きながら斜め前、はい、体もうちょっと倒せる、つむじ前方、はい、頑張ります、そうそうそう、 OK、
ケーオッケー、アイスって吐きながら、はい、肋骨の動きも意識してね、肋骨今閉じてますよ、はい、アイスって吐きながら左、はい、左の、はい、肩甲骨遠く引っ張る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 、はい、アイスって持ち上げて吐いて下ろしましょう全身が伸びました伸びましたね、はいはい、このようにタオルを持つと腕の軌道が決まってくるので、はい、勝手にいろんなところ行かないのでね、はい、姿勢が綺麗に、そしてお腹もねしっかりと使っていけました。はい、はい、じゃあこのタオルですね、はい、半分の半分に折ってみてください。はい、はい、またこれで手の位置をカチッと決めて、はい、体をしっかり動かしていきたいと思います、はい、足は腰幅から肩幅ぐらいに開いて、はい、正面を向いておへそのところまでタオルを置いてください、はいはい、ここから右へ2周4周か4周回していきます、はいはい、ゆっくりと右へ回します、はい、そう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 、正面に向かって大きな円を描くように回していきますが、この時に体がこうやって横を向かないように回していきます、うんうん、しっかりと体を正面に向けたまま手を大きく回せるところで回していく、腕と肩と肩甲骨、背中、お腹、いろんなところが動くのを感じましょう。反対です、はい、今度は左へ4周ですね、はい、気持ちよく腰も伸ばしていきます。さっき言ったように肩甲骨が持ち上がったら腰が引き上がって、降りるときに、はい、肩甲骨下、首の後ろ長く、はい、あと1周ぐらいかな、はい、はい、気持ちよく動かしていきました。なんかこう整ったような感じしませんか。もうかなり整ってます、はい、よかったです、はい、はい、このように、タオルを使って肋骨を意識してお腹を締めながら行うと、ストレッチも行えるし、と軽い、ね、トレーニングも行えますね、はい、続いて、今話題となっている首のストレッチですね、はい、話題となっているのはストレートネックなんですけれどもね、はいはい、よく下を向いてスマホをずっと見続けたりとか、うん、パソコン作業でちょっと顎出して首を前出して、うん、この重たい頭を、ね、支えていることによってこう綺麗な腕曲がまっすぐになってしまうという、ね、はい、ストレートネックという状態をこのタオルで、ね、少し予防していきたいと思います、はい、このタオルを少し広めに開いて、はい、頭の後ろにこのようにかけます、はい、そしてタオルの端を持ってまっすぐ床と水平に前に持ってください、はい、そして、タオルを前に引っ張りながら頭を後ろに水平に押していくというのを今からやっていきますね、はい、では行きましょう。息を吸います。吐きながらタオルを水平に前に引っ張って、頭は水平に後ろに押していきます。はい、緩めていきましょう。もう一度吸って、吐きながら、はい、タオルを前にぐーっと引っ張る、頭は後ろ、壁にねぐーっと押し付けるようなイメージで行ってみてくださいね。はい、はい、吸って緩めて、ラストもう一回吐きながら、はい、水平に引っ張り合う、頭は壁に押し付けるように後ろにぐーっと押し付けて、はい、吸って吐きながら下ろしましょう。なんとなくね、首がね、はい、少し楽になるといいかなと思います、はい、ぜひね、デスクワークやねパソコンが多くなった時はこのようなストレッチを行ってみてください、はい、はい、やってみていかがでした。もう全身気持ちよかったです、うん、いい運動になります。ありがとうございます、はい、しっかり伸ばしながらね、体も、こう奥のインナーユニットもねしっかり使っていきました。このような、ストレッチをご自分でやるのが難しい欲しいなという方はぜひ池水にお越しください。はい、はい、池水では毎週火曜日に、ストレッチ、ルーシーダットン、あと第1第3土曜日に池水シェイプ、まさに今日第3土曜日なんですけれどもね、この後4時から行っています。私が担当しているのでね、もしお近くの方ね、今こうテレビご覧になってたらぜひお越しください。そして、火曜日には、キッズダンスのクラスもあって、あと第1土曜日には親子の体操のクラス、お子様向けのクラスもあります。詳しくは、池水のホームページをご覧ください、はい、そして7月14日日曜日にはボルダリング初心者講習会も実施されます。こちらも詳しくは池水ホームページをご覧ください。さあ、そして次回は7月20日土曜日にエクササイズ、こちらのエクササイズ放送します。次はどんなエクササイズでしょうか。はい、次は有酸素運動をしながら筋トレを行っていきます。もう音楽に合わせてね、リズムをね使ってやっていきたいと思います。そして私の出て、はい、できるからですね、はい、X でもこのように、いろんなエクササイズを紹介しているので、はい、ぜひ皆さん登録してご覧になってくださいね。はい、はい、
はい、ありがとうございます。本日のゲストはストレッチマスターの高田麻美さんでした。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。皆さんも体を動かしてくださいね。それでは今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。さようなら。